今日はね、ちょっと鍋、イノシシを入手したんで、これから、鍋を作って食らいます。ということで、具材はこんな感じかな。ネギ、白菜、しいたけ、揚げに豆腐、これで作っていきます。ボタン鍋、もう適当なんで、男飯なんで、もう自分の頭の中のボタン鍋を作っていきます。京都へおいだす。どうもミスター京都。あ、今日はね、紛れもなく京都です。ちょっとね、知り合いからね、京都のどこか知らんけど、京都の山奥で、取ってきたこのイノシシです。はい、これを鍋にします。今日は俺流の鍋にします。はっきり言ってイノシシ鍋っていうか、ボタン鍋っていうんですけども、俺はどんな作り方をすればいいのかさっぱりわからないけど、これを男飯で作って、これから食っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。行くぜ、ゴーゴーゴー、トリプルゴー、レッツゴー。具材を持ってみた、豆腐、白菜、ネギ、お揚げ、しいたけ、しめじ、ほんでこれ、これがイノシシです。今回これ測ったら 400g ぐらいあります。はい、これをこれから食らっていきます。そしたらここから男飯です。適当に俺の感覚で、ボタン鍋の頭にある僕のボタン鍋のイメージのスープを作るから、まずこれ出汁の素、もう男飯やからね、さっさと食いたいから、もう適当にいくから。ほんでこれ、そうめんのつゆ、これを適量、絶対これでうまいのができると思うから。うん、美味しい。ほんで締め、ラストにこれ赤だしを入れます。赤だし、これをどんだけぐらい入れたかいいかがわからないけど、これも男飯なんで適当にいきます。よし、こんなもんか、こんなもんかな。よっしゃ、ちょうどこのボタン鍋っていうのは、このイノシシの臭みを消すために、こうやって八丁味噌を入れるっていうことを聞いたことがあるんやけど、もうこのまま飲んでも、その味噌汁うまいわ。このまま飲んで、ご飯とこれとこれネギ入れて十分です。はい、完成。これをベースに作っていくから、はい、はい、そしたら具材を入れていきます。具材を入れていこう。ネギ、ネギ、お揚げさん、もう白菜さっき行きたかったけどな、白菜下にしてもだから、もう男飯なんで、もう見栄えは諦めてください。男飯なんで、もう豪快に行くだけ、豪快に行く料理。はい、おお、ええやん、ええやん。椎茸入れて、椎茸、おお、しめじも入れて、これは意外にヘルシーやね、これ意外に。豆腐もちょっといっとこうか、豆腐、よし、よし、おお、それで、ボタン鍋のイノシシちゃんを入れよう。よし、よう油乗ってるわ、これ。これ、よう油乗ってる。よし、まずこんなもんでいくか。あんまり入れすぎて食えへんかった、まがし。こんなもんでいこう。よし、これでいこう。これでふかしていきます。長かった、やっと沸騰してきた。いきます。じゃ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 ん、アッキー流ボタン鍋、どうですか。これ曇ってしまった。
アッキー流ボタン鍋です。うまそうちゃうこれ。だしも赤だしでいい感じです。そしたら早速いただいていきます。うまそう。はい、それではアッキー流一人ボタン鍋、もう3月もラストぐらいなのに鍋っていうもうあれやけど、もう最後なるかな鍋。あと1回ぐらいで、ね、ラーメンの鍋やりたかったんやけど、まあ夏にやってもおもろいな。夏にやってもおもろい。どんな味なの、ちょっと。ああ、うまっ、うまっ、バリバリうまい。さっきの味噌のだし作った時に飲んだけど、それよりもっとうまい。ほんでこれ、秋といえば札幌チューファイ、フォーナイン、フォーナイン、チューファイ言うてもらったらチューファイ、家ではこれです。フォーナインを愛する男、これ高純度ウォッカ仕様だから毎回言うけど二日酔いになりにくい。でもこの黒がうまいよ。黒、僕は黒と黄色しか飲めない。あとのはあんまり好きじゃない。一番のおすすめは黒。ほんでその次レモン、黄色のレモン。それじゃあ乾杯、いただきます。あー、うまいかな。うん、まったまらんねこれ。仕事終わりの校内。それじゃあ早速食らっていこう。食らっていきますせ。白菜、椎茸、椎茸うまそうやわ。椎茸、よし、お揚げさん。ほんでメインのイノシシ、うわお、イノシシ。やっぱこれ、この脂身のとこ、これ見てこれ、むっちゃうまそうじゃんこれ。脂もね、なんかね、脂っこく見えるけど、これ筋肉が固まったような脂ですよ、豚肉と違って。やっぱ山を走り回ってるだけあって、筋肉質なのね。知らんけど、知らんけどね、すごい脂も肉肉し。よし、よし、そしたらいただきます。あー、うまいわ。あー、白菜もうまい。メインのイノシシいくよ。やっぱりね、豚肉と違ってちょっと匂いがある。匂いがあるからこの味噌で作るんやけど、むちゃくちゃ、さっきも言ったように弾力性がある。油もうまい。でもこれ締めは何をしたんやろな。締め無理やわな、これ。味噌汁にご飯入れてるなもんやもな。ご飯入れたら味噌汁にご飯入れてる猫ママみたいになるから、ラーメンも合わへんし、七味唐辛子。でもね、まさかね、これ家でね、イノシシが食えるとは思いませんでした。ちょっと知り合いの方がね、イノシシ入ったから食うてくれ言うてね、持ってきてくれはったんですよ。ここないに合うよこれ。うまいね。この赤味噌の鍋っていうのは普段することないから、関西ではすることないよね。関西では普通の味噌でもね、愛知県行ったらこの八丁味噌が有名で、味噌煮込みうどんとか、あ、うどん、うどんな、うどん、うどんやかもしれない最後。
味変にごま油を入れてみよう。味噌にごま油は合うの分かってるけど、八丁味噌にごま油、果たして合うんだろうか。八丁味噌にごま油プラス、いただきます。合う、結論は合う。いや、うまいな、ごま油。しかしこの49何の料理にも合うな、これ。椎茸、うん、うまいわ、椎茸。続いて豆腐いこうか。豆腐、うわ、ちょっと大きめに切ってあるから、ごま油合うわ。あっつ、うまい。でもね、やっぱりね、なんていうかね、あの男飯動画たまにやらんとあかんね。結構ね、視聴者の方から男飯動画もやってほしいという声を聞くんですよ。またあのテイクアウトシリーズ、お得飯晩酌やりますんでね、楽しみにしておいてほしいと思います。でも男飯はね、大体この鍋かね、やっぱ作りながら食べるっていうのがね、俺的にはおもろいと思うんですよ。あー、うまいわ。かもしれんけど、このイノシシをしゃぶしゃぶにしていただいてみます。しゃぶしゃぶにしてあんまり茹でないってことね。危ないから、生で食ったら危ないから、あんまり茹でないという、しゃぶしゃぶ。もう一応火は通すけど、はい、しゃぶ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 、怪しいな。こういう感じでさっと仕上げるということ、ちょっと火を強くして、もう煮込みすぎないということです。危険やからね。お、やっぱりあの天然物って言ってもね、豚とかね、イノシシはね、危険やからね。危険やから、ほんま危険なことをするけど、もうやろもうやろ。しゃぶ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 、あかんあかん。よし、よし、これでどうや、取ったな、火。これで食べるよ、これで。よし、しゃぶしゃぶした、イノシシ、いただきます。もうほんま見るからね、これね、もう筋肉の塊やわ、イノシシっていうのは。やっぱ豚は怠けとるよね、やっぱり。その豚の育てる家畜っていうのは、あんまり豚を動かさないから、こいつらは自然を走り回ってるから、脂身まで筋肉はね、これ見てや、これ脂してへんねん。もう脂身まで白いけど赤身っていう感じの歯ごたえ。じゃあいただきます。わあ、うまい、うまいわ、うまいな、これ。ということで、
の札幌の49が終わってしまったんで、次は視聴者様プレゼントです。これ見てくれてるかな、視聴者様。視聴者様って下が回りにくいけど、見てくれてるかな、これ。純米吟醸です。ナイス。これをね、今日いただきます。どこのお酒やろう。佐賀県。九州の佐賀県です。今日いただきます。鍋に日本酒はもう絶対合うやん、定番やん。乾杯。あー、辛口やな。辛口や、辛口やけど飲みやすい。俺はどっちか言ったらね、あの甘口が好きなんだけど、このあの味噌の鍋にはあの辛口がむっちゃうわ。っていうのはあの味噌とだしが甘いめの味やから、辛口の日本酒がむっちゃいます。純米吟醸ミツタケ、ミツタケうまいです、むっちゃう。もう何言うてもほんまに、あのほんま一番好きな日本酒やからね、俺日本酒が一番好き。ほんで日本酒でも一番好きなんがあの白鶴丸やね、安物酒だから。こういう高級な日本酒飲んだら、ちょっとあの胃袋がびっくりしょるやけど、普段は飲まないですよ、日本酒は。でもあの一番好きなのは控えてるけど白鶴丸、はい。でもこれは合うわ、この味噌に合う。よし、じゃあね、最後締めはこれですよ、これ。締め、これ冷凍うどん。もうあのお腹いっぱいやし、半分割ってきた。半分はまた今度食べる。半分だけ入れます。今日は半玉でごめんね、もうお腹いっぱいだし。はい、締めはうどんです。さっき言ってしまったから、あの愛知県の八丁味噌には味噌煮込みうどんって言ってしまったから、今日はうどんは食べます。はい、はい、できてきましたよ、最後の締めのうどん。もう半玉で申し訳ないけど、締めのうどん食べます。絶対うまいと思うわ。ほんでここにこれ、これを入れて、よし。で、ラストはこれ、ネギを放り込む。よし、これで完成。締めのうどん、味噌煮込みうどん、いただきます。日本酒好きにはたまりませんな、これほんまに。贅沢です。こうやって鍋を食いながら日本酒をいただける贅沢です。というかもう出来上がってきた。火を止めます。うわ、締めのうどんです。もう一玉でも食えたんちゃうかな、このうどんだったら。まああのあまり食いすぎたらね、体に悪いから。また明日も食べ飲みしないとあかんから、あんまり食うとあかんから半分にしとくけど、ほらこれいい感じっすよ、これ。卵、よし、よし、うわやばいのが完成したな、これ。ちょっとね、これやばいのが完成したわ。最後の締めのうどん、これに七味、これ完全に名古屋名物味噌煮込みうどんです。最高やね、これ。これうわ、もう潰しとくか、潰しとこう、潰しとこう、もう、よし、これでうどんをいただきます。うまそう。はい、ということで締めのうどんです。味噌煮込みうどん、
これはうまいわ。これはうまい。ちょっとね、半端なくうまいです、これ。イノシシ味噌煮込みうどん。イノシシと鶏肉の卵のコラボ。もうこの卵とろけたのがむっちゃ合う、このスープに。うどん何よりもこのスープにあの溶けた半熟卵がむちゃむちゃうまい。うまっ。うわ、うまっ。味噌煮込みうどんでこんなうまかったな。名古屋名物、名古屋で食べる、これがあのきしめんやったらね、本格的な名古屋飯やったんですけどね、まあ、今日はうどんですけども、うまいわ。ということで、完食です。この味噌はね、捨てたらもったいないから、明日の朝ごはんになります、僕の。はい。むちゃくちゃうまかったです。久しぶりのイノシシボタン鍋。うまかったな。もう次いつ食えるかわからへんけども、せっかくなので、今回動画にさせていただきました。また、あの、この男飯、また、あの、テイクアウト企画、いろいろ、あの家の晩酌動画、機会を見てやらせていただきますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは長々のご視聴ありがとうございました。お腹いっぱいです。美味しかった。皆さんもぜひやって。うまかった。本日も最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV を頼もうします。